航空自衛隊の次世代戦闘機開発ですが、それ以前に実証実験機が行われたこととはご存知でしょうか。タイトルに登場した X2 新進が、その先進技術実証機です。今回は、この X2 がもたらした新たなテクノロジーについて、詳しく調べていきたいと思います。新進をさらに性能アップさせて、日本製エンジン、XF9 や高性能レーダーなどとの適合性についても、どんどんとテストしていけばいいのでは?と考えるのは私だけでしょうか?ところで、この新進という名前ですが、医学関係から来ているのかと思ったのですが、実は、富士山、日本の魂、新進という遍歴だったそうです。富士山でもよかったのでは、と思いませんか?航空自衛隊が現在運用している F2 戦闘機。この代替となる次期戦闘機計画は、2020年末に三菱重工業社を主管企業として契約が締結されました。三菱の下に各分野の国内企業が紐づいて進めていく形式が前提条件として解釈されてきたのです。と同時に、F2 戦闘機の開発時においては、最も重要な部分である、エンジンの国産化の目途が立たなかったこと、日本とアメリカの政治状況から判断して、アメリカの戦闘機 F-16 ファイティングファルコンを土台にしなければならなかった、いわば悔し涙を飲んだ教訓も踏まえていると考えられていました。2018年6月 XF9 エンジンのプロトタイプ1機が、防衛装備庁に納入されました。このエンジンの推力や燃焼器付近の温度は世界トップレベルの数値を叩き出していましたから、今後に期待する声も大きかったのです。技術的には問題ないと思われるのですが、日本としては第5世代戦闘機を単独で開発した経験がないということが不安材料だったのでしょうか。次世代戦闘機開発への技術支援先として、アメリカのロッキード・マーチン社、イギリスのロールス・ロイス社に協力を要請することを検討しているそうです。これまでの日本の動きですが、次期戦闘機開発に向けて、先進技術の実証実験機 X2 プロジェクトを、2006年、平成18年からスタートしています。15年も前から、始まっていたということですね。ここでも、三菱重工業や IHI 社が中核となって、同期の飛行試験などで技術研究を担ってきました。しかし、実証実験機 X2 新進は、あくまでもテスト機です。機体のサイズなど、実際の戦闘機と比べると、はるかに小さいのです。とはいえ、第5世代戦闘機以降絶対条件となった機体のステルス化、搭載するエンジンの国産化の可能性を提示した機体と言えましょう。X2 の初飛行は、2016年、平成28年、4月で、約1年半後の2017年10月には、予定の全テスト日程を、総数32回で終了しましたが、アメリカや他の国の戦闘機開発のケースに比較すると、少なかったという感じを受けます。このせいでしょうか、X2 についてはテスト飛行終了直後から、当時は F2 戦闘機の代替機を目指すには、この機体では不十分ではないかという指摘の声が上がっていたことも事実だったそうです。この当時、有名なアメリカの軍事専門誌の記事に、航空自衛隊が取るべき道は、F-15J イーグルの近代化改修と F-35 ライトニング2の積極的な導入とあり、つまりは実証実験機 X2 新進の持つ意義に批判的な論調でした。この記事からはアメリカの見方が伺えますね。日本には第5世代戦闘機の開発経験もありませんから、
実効的な新型戦闘機を製造するのは無謀だということ。これまでのようにアメリカ製戦闘機を購入した方が費用対効果を考えると理にかなっているということでしょう。本音はアメリカ製品を売り込みたいということなのかもしれませんが、日本でも X には空知の岐阜基地の航空祭で一般公開されたりしていましたが、その時点では X2 を叩き台として次世代戦闘機の国産化に進むのか進まないのかという判断は防衛省内でも保留になっていたそうです。それから4年経過した2021年11月現在でも次世代戦闘機開発に関する新しい情報はほとんどありません。ロッキード・マーチン社やロールス・ロイス社から技術支援を受けるという情報の続報も入ってないようですね。そういった中で、2021年11月15日、財務省が財政制度分科会で次世代戦闘機の検討にあたってという資料を公表しました。その内容では、従来と異なるアプローチと視点から空自の次世代戦闘機について語られています。この資料には、主に西側各国のここ数年来の戦闘機の流行を取り上げ、機関部が総発から単発に移行し、それに伴って機体そのものも小型化する傾向にあると指摘しているのですが、これが議論を呼んでいるそうです。財務省の指摘の根拠は、アメリカ空軍の F-22 ラプター、総発機が F-35 ライトニングに単発機に置き換えられつつあるということですが、この前提自体が事実と大きく隔たっていると言われているのです。なぜかと言いますと、F-35 ライトニングには F-22 ラプターの代替ではなく、F-1 ドッグファイティングファルコンの代替機ですし、この両機は単発機です。そして F-22 ラプターの代替機は現在開発中の NGAD、NEXT、ジェネレーション、エアー、ドミナンス、次世代戦闘機ではないかと推測されています。そう考えると財務省の資料には疑問符がつきますね。F-22 ラプター戦闘機ですが、その高性能さが旧ソ連崩壊でオーバースペックと見さされ、生産機数がわずか200機ほどという不運な機体ですね。これを補完するための戦力として F-35 ライトニング2が導入されたことはよく知られている事実です。よってアメリカ空軍の場合は主力戦闘機は F-15 イーグルから F-22 ラプター、そして次の NGAD 戦闘機になることは規定路線でしょう。 F-35 ライトニングには F-1 ロックファイティングファルコンの代替機と考えるのが適切だと思われます。もう一つのファクターがあります。戦闘機そのものの重量を比べると第5世代の F-22 ラプターや F-35 ライトニングにはその最大のポイントである高度なステルス性保持のために基本的には兵装をすべて胴体内のウェポンウェイに収容する設計になっています。このため F-22 ラプターや F-35 ライトニングには胴体部分が太くなっているので今までの機体より重量は増加しています。財務省は小型化が世界の主流になっていると主張していますが、これはかなり事実に反していると言わざるを得ませんね。財務省の縮小は言うまでもなく、国家予算の配分や確保でしょう。戦闘機製造に口を挟むのなら、コスト関係のはずですね。しかし、今回は様子が違いました。戦闘機開発の軍事分野については、
全くの門外漢である財務省が、上記の資料を示したのです。事情通りの人にとっても驚くことだったのではないでしょうか。財務省のこの行動には、政治的な意図があるようにも感じられます。だとすれば、その狙いは一体何でしょうか。現在の次期戦闘機開発計画では、大型戦闘機を目指しているようですが、明らかに現在の世界の戦闘機開発トレンドからは外れています。ですから、そんな大型戦闘機を作っても、貴重な国家予算を無駄にする可能性が大きいから、その開発は止めて経費を節減できる小型戦闘機開発に転換しなさいということなのでしょうか。試験ですが、財務省のこういった行動の陰には、コスト削減のため小型戦闘機を作るとなると日本主導では不可能かもしれませんが、経費節約という名目があるので、文句は言えないだろうという意図を強く感じてしまいます。やはり、財務省の最優先事項は、予算の節減だと考えてしまいます。今後は、どうなるのか、目が離せないようですね。